せーの、毎度みゆちゃいです。今日は入社式、入学式メイクをやっていきたいと思います。今撮影してんのが1月の末やねんけど、もうそろそろお子さんの卒業式やったり入学式やったり、新卒の方の入社式やったりっていうのがあると思うので、でまあそれに沿ったメイクをやっていきたいと思います。メイクのプロでもないから、入社式、入学式、卒業式とかがどういうメイクかっていうのはあんまりはっきり分かってないけど、ミュやったらここ気ぃつけてこういうとこにポイント持っていくなとか、ミュやったらこうするっていう感じでメイクしていけたらなと思っております。お子さんの入学式とかの卒業式もあんまりバチバチにメイクしていかん方がいいなっていう考えがなんとなくあって、あんまり一人だけ目立ってんのもどうなんやろうと思うから、でもやっぱりお祝いの場やから、ある程度はちょっと華やかにしたいなって思って、そういうのはちょっとポイントにというかメイクしていきます。本当に31歳独身で子供もいないんですけど、じゃあ娘がおると思って入社式のメイクっていうのを母になりきったつもりでやらせていただきます。ということで早速にみーん。スキンケアも終わらせて、今日ねカラコンがあんまり大きすぎるカラコンもちゃうなと思ったし、あんまり派手派手しすぎるカラコン違うなと思ったから、今日はちょっとカメラやと真っ黒に見えちゃうんやけど、キャンディーマジックのミミブラウンっていう、黒縁の中は若干茶色みたいな感じの、橋本環奈ちゃんの目みたいな感じになれるカラコンをつけてます。ベースメイクとかほとんどの工程と使うアイテムはいつもと一緒なんですけど、今日はちょっとポイントポイントでプチプラアイテムを使ってメイクしていきたいと思います。デパコスってなかなか手に入れにくかったりもすると思うので、ドンキとかマツキヨとかみんながどこにいても買えるようなプチプラコスメをちょっと今日はポイントポイントで使ってやっていこうと思います。で一番初めにこのいつも使ってるカネボウの日中用美容液マスク、これ日焼け止め、これはいつもと一緒ですね。鳴らしながら余分なのをオフ。ベースメイクはほんまにいつもと一緒がパパーっといくね。で下地の王様クレードボワールコレクチュール、これもめっちゃ保湿力高い、マットにならない感じが好き。色合わしますよと。入社式も入学式もまあ3時間とかぐらいなんやろうけど、途中で化粧直しとかできへんから絶対崩れたくないやん。このベースメイク土台を作り込む時ももう丁寧に丁寧にこのスポンジで余分なのを取って綺麗に並ぶっていうこの作業、この工程はもう絶対いる。あんまり赤みがないからもうこのままファンデーションに行きたいと思います。でファンデーションもほんまに最近全然使えへんのだって、だってもうこれだけでもめっちゃ肌綺麗やん。そう、肌の治安良すぎて最近ね。けどやっぱり入学式、入社式ってことで特別な日はね、ファンデーションはした方がいいし、ミュもするんだよデートの時とかは。ファンデーションはずっとこれですね、もう何回も紹介してます。 V3 のファンデーションのこのシルバーね、ほんまに優秀。少々肌荒れてようが綺麗に乗ってくれる。ファンデーション塗れたらこれもポン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 叩いて余分なのを塗っていきます。あと小鼻と目の下のクマはシャネルのクリームコンシーラー、目の下ね、スポンジでこれも綺麗にならす。フェイスパウダーはコスメデコルテのこれ。気に入ったアイテムはずっと使うタイプなんで、あんまりコロコロベースメイクとかも変えへんかな。ずっとリピートリピートが多いかな。で次眉毛や、眉毛もいつも通りですね。まずこのエクセルのここのブラシを使って眉毛についた余分なファンデとかパウダーを落として毛並み整えてから、こちらもセザンヌプチプラね、超細身アイブロウ02番で眉毛を描いていく。眉毛はね、目はパウダー使わずペンシル1本で描いていきます。これを描くのはここからここまで。そしたらもう一回このブラシでちょっとぼかす。ビセの BR2 番、このピンクベージュの使いますから、こんなに肌馴染みよくてめっちゃいい。やっぱ入社式入学式はね春なので顔も明るい印象にしたいので、眉毛マスカラは、まあ、髪の毛の色にもよると思うけど、いつもより明るめでいいんではないでしょうか。はい、できたらさらにコスメデコルテのパウダーを筆に取って眉毛にオンします。でちょっと眉毛のね存在感を消してふわっとな眉毛に仕上げます。次はいつも通り涙袋、もうどんな時も中顔面は短縮させておきたいので、私はなんで涙袋をがっつり描いて
構目を下に下げたいと思います。これもプチプラだね。涙袋の影を描くヒロインメイクから出てる涙袋ライナーってやつかな。これで涙袋の影を描いていきます。あれやからちょっといつもより薄くてこう爪でね伸ばして伸ばして調節します。でそこにこれもいつもと一緒ロム&のペンシルライナーのクリームベージュっていう7番の色味を使ってこの今描いた影の内側をこう塗って涙袋に立体感を出していきます。これもちょっといつもよりかはね控えめにね。シャドウは今日はこれケイトのポッピングシルエットシャドウ OR1 番。このヌード色のニュアンスカラーみたいな控えめの発色控えめのカラーで、でラメも控えめなパレットを使っていきます。このアイシャドウこの質感のギャップで作る立体感っていうのを多分売りにしてて、この4色それぞれ質感が違うのか、まあ上2つは似てたけどそれをねこう4色使って目に立体感出していくっていうものっぽいんやけど、じゃあみーは今日はこのカラーは使いません。この3色で仕上げていきたいと思います。でやっぱりいつも使ってるシャドウ色づき薄くていいねんけど、あれ結構ギラギラしてるからさ、ちょっと入学式とか入社式とかにつけていくとちょっときらびやかすぎてちょっと目つけられやすいのかなとか、初めが何でも肝心やったりもするやん。からちょっと控えめにやっていきたくて目元とかも。でまずこの一番上のこのカラーを筆にとってアイホール全体に入れていきます。こんな感じで色づきます。ベージュオレンジみたいな感じかな。で次にちょっとちっちゃめの筆でその横のカラー目尻のあたりにこうのしていきます。そのまま同じ色をここ今目尻にのしたと思うんだけど、それとつながるようにちょっと下まぶたの目尻のところにのしていきます。最後にこのラメ、結構今もうマットに仕上がっちゃってるから黒目の上の部分にだけのしていきます。ちょっとみゆ濃くつけすぎちゃって、全体的に結構発色してるけどもっと薄くでいいかも。次にラインで、ラインはこちらいつも使ってる、まあ言うたらこれもプチプラやね、ラブライナーのミルクブラウン。目元も暖色系で柔らかい印象にするという。でこれを目尻にだけいつもみたいにちょんと描いていきます。こんな感じ、長すぎずがっつり描きすぎず。鼻先のノーズシャドウをこのセザンヌの01番のここで鼻先とここを入れました。ごめんなさいね。次シェーディング、リリミューの02番、これもいつも使ってるやつ。オッケー。でシェーディング入れたらハイライト、ハイライトはこれクレドの17番、ここの一番高い位置と顎先とこの C ゾーンで、チークはこれいつものマックのウォールソーム。これはほんまに上品な色してるから続くつける感じでいいかなと思って、大人っぽく上品な感じにしたいからこの目の下には入れず、黒目のこの真ん中ぐらいからこっちにね入れる感じで入れていきます。でこういうハイライトはやっぱり必須で、いつものジューシーのハイライトをこのチークの上から、まあいつもよりね控えめに、上肌は大事なんで。でチーク塗り終わってこんな感じやねんけど、あなんか変やなと思ったら鼻のハイライト入れるの忘れてました。さっきと一緒のこのクレドのハイライトで鼻先だけはツーンってめっちゃ高発色パーンな感じにしたいから、このクレドのさハイライトのここわかる、この白の部分だけ を鼻にのしたいからここを取ってこの鼻先とここにのしてます。はい。で次はまつげなんですけど、マスカラ塗る前に先に束感を綺麗に作っておきたいので、このケラロール、何回も紹介してるけどこのケラロールでこうまつげの束感を作ります。これはほんまに何のテクニックもいらず、こうなぞるだけで綺麗な束感ができるからめちゃくちゃおすすめ。こんな感じわかる？で乾かすマスカラ、いつもは黒のマスカラ使ってんねんけど、ちょっとでも柔らかい印象にしたいからいつも使ってるオペラのマイラッシュアドバンスのモカブラウンっていう茶色のマスカラを使います。これもプチプラやね。あでもいい色、茶色すぎず。マスカラ塗るとこんな感じです。最後リップかな。いつもみーはこのブリーンっていう唇にしたくて、これで上唇も下唇も影描いてんねんけど、あんまり派手派手すぎるのはあれやからナチュラルにってことは今日はそれは描けへんねんけど、やっぱり口角上がってた方が絶対好印象やから、ちょっと口角の影というかだけは描こうかなと思います。なんで一番初め眉毛で使ったこの XL のペンシルのこっち側、ここのペンを使ってこの口角のところを影描きます。上にね引っ張って描くと描きやすい。はい、こんな感じで
こう上に口角を上げる影を描きました。リップも今日はメイベリンのスーパーステイ、はい、こちらを使います。もう絶対落ちないと言われてる高発色なティントリップやねんけど、これ あまりこう唇にこうガッツリバーンってもう直筆でつけてしまうと高発色になりすぎて結構唇にガーンって色出ちゃうから、ちょっとそれは入学式とか入社式にちょっといかがなもんかなと。主役は娘息子やし、ママ友からなんて思われるかなと思うし、入社式とかでは派手派手しく目立ってたら入社してから先輩にちょっと意地悪されたりとかもあるかもしらんから、あくまでも本当に控えめでいきたいし、真っ赤とか濃い色、派手な色をこう唇にのせてしまうと唇がめっちゃ目立って、唇に目が行くようになって、このねほうれい線とかが逆に目立つのよ。だからほんまは若い子が真っ赤なリップとか濃い色のリップつけるのはいいけど、ミューラーぐらいの年になってくるとあんまり唇を強調するような色のリップってほんまに老けて見える。ポン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 って置いて手で伸ばしていきます。はい、こんな感じかな。でこれちょっと少量手で伸ばすたこともあって結構マットになっちゃってるから、これもう使いすぎてないねんけど、中のグロス、無色グロスをちょっと上からのそうかな。完成です。涙袋にキラキララメとかつけません、ほくろも描きません、ナチュラルに仕上げてみました。みはい、ってことでちょっとそれっぽいお洋服にも着替えてきました。こんな感じかどうかわかりませんが、上品さ、ナチュラルを心がけて、あまり派手派手しくないように。でもやっぱお祝い事やしめでたい場所なので、ちょっとは華やかさもプラスした方がいいかなと思って、ちょっとだけラメのしてみたり、欠かさずツヤ肌を作ってみたりってことをちょっと意識してやってみました。いかがでしょうか。ちょっとやっぱいつものミーよりか薄めじゃない。で髪の毛もね、一応いつもは外羽ワンカールとこここんな感じで膨らますんやけど、ちょっときっちりめにってことで、今日は外羽ワンカールだけにしてがっつりストレートでパンって下ろしてみました。はほとんどプチプラでやってみてんけど、あ、プチプラも結構いいなと思いました。ドンキ薬局とかどこにでも手に入るようなプチプラアイテムも使ってメイクやってみたりもしようかなと思っております。でね、今回なんでこんな TPO を決めてメイクしてみたかっていうと、結構インスタグラムの方で質問ボックスっていうのをこうたまにやってんねんけど、それした時に同窓会があるんですけど、どんな服どんなメイクしていけばいいですかとか、今度初めて会う男の人とデートなんですけど、みゆちゃんならどんなメイクしますかとか、シチュエーションでどんな格好どんなメイクすればいいかっていう相談をね結構いただくので、テーマに自分なりにメイクしてみました。いかがでしょう。バンって顔だけあってイメージつきにくいと思うので、ちょっと離れてみてこんな感じで。あ、みゆはごめん、今回普通にリボンのシアーシャツ、リボン結びができる、まあこうタイ結びでもいいねんけど、シアーシャツに紺の金ブレを合わせてみただけなんですけど、いかがだったでしょうか。今後こういうシチュエーションのメイクしてみてほしいっていうのがあればコメントでリクエストください。年内10万人目指しておりますので、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価、高評価もです。ぜひよろしくお願いいたします。ほんなまた明日。バイバーイ。